フラン・レドニック・フランツ・フラドニックは、スロベニアの植物学者、教育者である。オーストリア大公国の領地であった、スロベニアのイドリアで生まれた。父親は、鉱山の役人であった。哲学、進学を学び、1796年に司祭となるが、健康に恵まれず司祭の仕事ができず、しばらく、ルブラナの図書館の初期をした後、40年間にわたって、様々な、 ルブラナの学校で教師として働いた。1803年には中等学校の校長となり、1807年に高校の監督を務め、視力を失うまでその職を続けた。1809年にルブラナがフランス帝国の支配を受けるようになったとき、その仕事を認められ、ルブラナ中央学校の植物学と博物学の教授に任じられ、植物園とする土地を与えられた。 フラドニックはカルニオラの植物を集め栽培した。この植物園がルブラナ植物園の元になった。植物園の仕事とともに植物学を教え、休日には30年間にわたってカルニオラの植物を研究した。フラドニックの教えた生徒にはオーストリア植物雑誌を創刊したスコフィッツがいる。ボシターと残された植物コレクションは ルドルフィヌムパブリックミュージアムに寄贈された。セリカの植物の俗名、レドニキアやスミレ科の植物の種ビオラレドネキーなどに懸命された。レドニックは植物の学名で命名者を示す場合にフランツ・フラドニックを示すのに使われる。ありがとうございます。